はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、この NBOX スタイルプラスブラックの、首都高速でのね、走りの印象を、お届けしていきたいと思います。これからですね、東京ドームの方にちょっと行くんですけれども、初めて首都高速を走る感じではね、どんな印象を受けるかっていうところを、お届けしていきたいと思います。で、この NBOX は、普段ですね、まあ、街乗りですね、家から数キロ圏内のところを行ったり来たりとしているところで、まあ、バッテリーとかね、いろいろ考えるとですね、あんまり車にとって良い使い方ではないなという感じなので、まあ、たまにはですね、このようにちょっとね、遠出をしてあげると、まあ、車にとっては良いのかなといった印象がありますので、今日はこの NBOX を連れ出してきたといった感じでございます。で、この NBOX は普段街乗りで使っていると、だいたいね、燃費としては、10キロ11キロっていうところです。非常にね、燃費は良くないんですけれども、まあ、首都高速、まあ、高速道路走ってどんな感じになるかっていうのも見ていきたいと思います。で、今ちょっとね、トリップメーターをリセットしたので、東京ドームに着いたら、どのぐらいになるかっていうのもですね、お届けしていきたいなと思います。で、今ね、ナビが案内してくれておりますが、私が装着しているナビは、まあ、カーナビではなくてディスプレイオーディオですね、ディスプレイオーディオになっております。で、この画面はスマホのね、ヤフーナビですね、ヤフーカーナビアプリを使って、案内しているといった形になるんですけれども、まあ、結構ね、この使った印象としてはなかなか良いぞという感じはしてますね。Google ナビなんかだと、結構細かいところね、細いところをもうガン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 通していくような、そんなイメージがあるんですけれども、Yahoo カーナビの場合は、まあ、主にメインになるね、太い道路を通してくれるっていう感じなので、初めて行くような場所ではですね、結構まあ安心して使えるカーナビアプリなのかなといった印象があります。で、今ですね、スマホと、このディスプレイオーディオをね、こんな感じで有線でつないでいるんですけれども、最近ね、ちょっとオッドキャストですね、無線でつなげるオッドキャストを、ちょっと購入したので、まあ、帰りはね、それを使って、試してみようかなと思います。有線と、無線との違いはあるのかないのかっていうところもちょっとね、チェックしていきたいなと思います。で、これから合流になりますが、NBOX 軽自動車のターボですけれども、合流に関してはね、もう全く問題ないという感じですよね。で、首都高速でやっぱり気になるところといえば、まあ、カーブが多いのでね、まあ、車の振られ感ですよね、ロール感がどれほど出てくるかっていうところがやはり気になる部分ではありますので、まあ、そのあたりも、チェックしていきたいなと思います。で、今ね、風がピュー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 吹いてる感じなんですけれども、やっぱね、この NBOX 背の高いスーパーハイト系の、軽自動車だと、そのね、風の影響は、もうもろに受けてしまうなっていうところがありですね、非常に不安定ですね。で、これ普通に高速道路、まあ、時速100キロで走っていてもすごい不安定さが出てきて、やはり NBOX で時速100キロで走る気になれないというか、車のね、性能としてはもう本当100キロ120キロで走れる動力性能はあるんですけれども、その域に達しちゃうと非常に不安定さが出て怖いっていう感じがあるので、やはり NBOX で高速を走る場合はですね、本当80キロ90キロで走るのがベストかなといった感じはしてます。で、今ね、道路と道路の、つなぎ目を走ったりしてますけれども、まあ、その印象としてはですね、本当ね、普通車に負けないレベルはあるなという感じはしてますよね。いや、本当ね、この NBOX に、乗るたびにですね、毎回毎回、びっくりするところがあるんですけれども、本当走りのその動的質感っていうのはコンパクトカーに負けないものはあるなという感じはするので、
非常にですね運転していて動的質感の高さっていうのを感じられるなといった印象があります。今はね、このようにまっすぐ走っておりますが、ちょっとここでアダプティブクルーズコントロールを試してみましょうか。メインスイッチのセットボタンを押すと、でレーンキープも入れます。で今だいたい時速としては60キロぐらいですね、60キロちょいで走っている感じですけれども、この先ねカーブ区間になったりしますので、ハンドルキープの印象なんかもですねチェックしていきたいなと思います。で今このようにハンドルにね手を添えているだけで車がねこんな感じで曲げていってるなという感じです。まあ、この速度域だったら車でねハンドルを曲げてくれてるなっていう感じですね。ただもう少しカーブがきつくなるこの先のエリアで、このハンドル支援解除されるかされないかっていうのもね一つポイントになると思います。はい、今ハンドル支援だけで曲がってますね。はお、頑張ってる頑張ってる。ここで切れてるね、ハンドル支援は切れてますね。今なんかいけそうな感じがしたけれど切れちゃいましたね。で今燃費としてはね21キロって出てますね。やはり、高速に入ると、20キロ台が出てくるのかなっていうそんな印象でございます。さあまたねこの先カーブ区間になりますけれども、私はハンドルにね手を添えているだけでございます。曲がれるかどうかですね。ちょっと行きましょうか。曲げて曲げて、あ、ダメだダメだ。やっぱりこの、角度になるとちょっと厳しいところがあるなっていうそんな感じですね。なるほど、ちょっと自分の運転にします。で今ちなみにエコモードで走ってます。エコモードでも、結構ねちゃんとアクセルを踏んであげればちゃんとしっかりとしたね加速が得られるので、そのあたりは全然問題ないかなといった印象があります。でこのねヤフーカーナビアプリはこのオービスの位置なんかも一応表示してくれてるって感じですね。こんな感じで ETC のね、ゲートが表示されたという感じでございます。なかなかねヤフーカーナビアプリ使えますよね。これ本当にナビゲーションっぽいそんなね案内をしてくれるなっていう感じですね。さあまたここからちょっとね加速していきましょうか。ターボは加速がいいので今みたいなねシチュエーションなんかだと NA より本当圧倒的に楽ですね。やっぱりターボになると、走りのね質感っていうのも変わってくるので、これまで私は NA 派だったんですが、できればターボの方が良いかなという感じはしてます。でまたこれから、カーブ区間に入ってきますけれども、この速度域になるとやっぱり多少ロールを感じてくるなっていうところですね。なのでやはりですねスーパーハイト系の車はですねゆっくり走るのが、合ってるのかなっていうそんな感じですね。決してこう急いで走るもんじゃないなっていうそんな印象はあります。またねカーブ区間ですけども、曲がるっちゃ曲がるんだけどね、やっぱりこの車の振られ感は大きいですよね。でも NBOX を買って非常に、満足感は高いなという感じはしてます。本当ねこれはこの車はねいい車
ドルシフトもあるのでね、まあ、そこそこ、走りのね楽しさっていうのも感じられる、そんな車になってます。さあ、こういった、場所ですよね。車が出たり入ったりするような場所だとやっぱり一発のね加速が必要になってくるので、このようなシーンだとね、本当ターボのゆとりはね、本当メリット大きいなという、そんな感じはしますよね。もう全然違います。本当以前乗っていた N ワゴンの NA とはもう本当全然違うっていう、そんな感じです。こういうところね、ちょっと気をつけなきゃいけないのはぐーっとロールが強く出るので、スピードの出しすぎには注意ですね。まあでも思ったより、しっかり走れる感じはありますね。 N ワゴンに比べるとやはりロールは大きいなっていう、そんな印象はありますけれども、まあ、そんな中でも足元のねしっかり感っていうのは感じられるし、本当これをメインカーにしても全然問題ない車だなっていう、そんな印象です。ただしやっぱり、高速道路を走る、上ではですね、本当80キロ90キロで流すのがベストかなと。やはり100キロ以上に行ってしまうと本当車の不安定さっていうのは顕著に出てくるので、まあ、そこら辺は本当スーパーハイト系の宿命なのかなという印象があります。まあ、こんな感じでね軽く流して走っていますけれども、燃費としては今20キロですね、 20.6 キロなんかですね、まあ悪くないんじゃないですかね。ということで今回はですね、この NBOX スタイルプラスブラックで、首都高速での走りの印象をですねお届けいたしました。このスーパーハイト系のね、軽自動車ではありますけれども、思ったよりですね足元のしっかり感っていうのがあって、走りにくさっていうのは、まあ、それほど感じなかったかなというね、そんな印象でございます。ただしやはり速度が乗ると、まあ、空気抵抗によって、不安定さっていうのがね出てきてしまうので、まあ、その辺は本当にゆっくり流すのがちょうどいい車なのかなと思います。もう車のね動力性能自体はですねもうそれ以上のね、ものがあるんですけれども、まあ、この車をね安全に走らせるには本当そのぐらいのゆっくりとした速度域で走るのが、ベストかなという感じがしました。で、気になる燃費はですねただいま 21.2 キロになっておりますけれども、東京ドームに着いた際はいかほどになっているか、ぜひですねチェックしていただければと思います。それではねまた次の動画でお会いしましょう。はい、ということで東京ドーム着きました。燃費としてはね結局 18.5 キロっていう形になりました。まあ、街乗り燃費よりかは圧倒的に良いなという感じがしております。